やってらんねえよ。やってらんねえ。許せねえ。マジで許せねえ。負けられねえな。絶対やってらんねえ。これじゃ何がやってらんないの？今日梅干し食べようと思ったらなかったんよね。え？なくん？なくん？梅干し食べた？ごめん、食べた。やってらんねえよ。やってらんねえよ。やってらんねえよ。なんで食べたんだよ。タイルで対抗すな。マスターハンド。スマッシュブラザーズ。マスターハンド。さあということでね、今日は丸い机を囲んでおります。いろんなゲームをねプレイしていこうと思うんですけど、1個目いっちゃっていいですか？何が？トップリメンバー6人による指すま対決。なんか出るんかと思ったら原点みたいな。そう、原点に変えるよ。小学校の時ね、ああなんか暇やな、待たされてるな、指すまやるとか、これとかもあるよね。これもあるわな。そんな数ある手でできるゲームの中で王道といったら王道指すまいこうと思います。最初はグーじゃんけんぽい。あ、待って待って。アイコするとちょっと長くなっちゃうから、ちょっとコロちゃん一人だけやったからコロちゃん行くか。ラッキー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 コロ。じゃあ行きますよ。負けられないよもう。これね、大体ねこの数字言えばね揃うんですよ。なるほど。行きますよ。伊勢のせ4。いやマジか。危な。伊勢ので13。なんでね。オーバーしてんじゃねえ。いきます。伊勢のせ5。おい。結構惜しいな。こう見ると。伊勢のせ6。マジ？伊勢のせ5。伊勢のせ2。伊勢のせ2。伊勢のせ3。やばいやばいやばい。伊勢のせ4。伊勢のせ3。伊勢のせ3。よし。だんだんやばい。伊勢のせ3。自分の時誰もあげない。決めちゃっていいっすね。伊勢のせ1。やったー。やったー！ブルブルバー！なんで俺なんだよ！なんで俺なんだよ！お前なんか恨みのあるんか俺に！まだ終わってねえぜ。伊勢ので2。伊勢ので1。よし！伊勢のせ0。あぶね！伊勢のせ2。おい！やばいやばいやばい！やばい！伊勢のせ2。おい！やばいやばいやばい！伊勢のせ1。伊勢ので1。伊勢ので2。伊勢のせ1。くそ。伊勢のせ2。やばい。伊勢ので1。やったー。いくぞみんな。伊勢のせ2。いける。考えろ。候補は5択、0から4までいける。負けるわけがない。モード入ってるモード。伊勢のせ0。おい。2年まで。全然全然。大丈夫。伊勢のせ1。勝ったな、リーヌ。お前は俺に伊勢のせ0。おい。ちょっと引き込め。お前は俺に伊勢のせ0。おーい。2つ復活で。なんでだよ。でも俺からでいいでしょじゃあ。いいよ。不正だったから。やってやるぜ。来いよ。伊勢のせ2。は？なんで復活した俺。伊勢のせ1。伊勢のせ1。弱くない？どうした？伊勢のせ2。伊勢のせ1。ちょっと待って。やばくない？あれ大丈夫？お前絶望的に弱い可能性出てきたね。指すまこんな弱い人初めて見た。大丈夫リーヌくん。ここからが本当の戦い。こんな指すまで終わらないよ。さあということで今回はねとあるゲームをプレイしていこうと思います。こちら用意してきました。声優になろうというゲームをプレイしていこうと思います。何それ？7枚見ていきますか。おお、なるほどね。ああ、なるほどね。全然。これなんどうしたらいい？ちょっと待って、バカむずいんだけど。何これ？今から皆さんには声優のオーディションを受けていただきます。オーディション、はい、黄色めくっていきますよ。はい、何か誰？さあ、この世界の今皆さん声優です。オーディションに行きます。リアルサバゲー、ゲームの世界が現実に待ったなしのサバイバルアニメのオーディションを受けに行きます。さあ、そして青色のカードめくっていきますよ。ポン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 。さあ、5枚出てきました。渋い執事、お姉キャラ、エキストラ、真面目な生徒会長、侍。このリアルサバゲーの世界観でこのキャラクターを背負って今のこの持った赤色のカードのセリフを読み上げていっていただきます。じゃあお姉キャラで。おっ、あれこれは強そう。リアルサバゲーでお姉いるの？やばくない？そのサバゲーいきますよ。そのタイマー受けて割るわよ。いそういそう。遊びましょう。レーザービーム。そういう感じだ。完璧やろ。めっちゃいいわ。なるほど。もうこれだけで十分だね。ちょっと待って、あいつやばいでしょ。さあ、ということで続きまして時計回りです。とみくんいきましょう。俺か、真面目な生徒会長でいこうかな。ちょっと王道な感じでやっちゃおうかな。じゃあ次は別の形で出会えたらいいな。変身。あった？あ、でもからの僕が先に行って。なんでだよ。合図を出す。お、まあでもまあギリギリ繋がってるか。ねえ、お前と僕は。お、いいよ。あ、なんか良くなってきた。終わりだ。これひどいよ。いやなんで、なんてでしょう。サバゲーの世界で真面目な生徒会長が誰かのためにこうやって道を進んでいく過程よ。これは変身いらなかったよね。かっこつけたいよ。かっこつけたいよ。来い。血を欲している。戦いたくてうずうずしている。全力で来なさい。一瞬だ。そいつは置いていけ。美しい。ね、待って待って。金曜日で繋がってる感じに見えるけど、この辺からちょっと怪しくなってきた。ここまで完璧やった。ここまで完璧やった。一瞬だ。で、もう倒しちゃったのよ。そいつは置いていけと。で、敗北したとはゆえ、その死体も美しい。ああ、ちょっとね、納得させられないねこれね。いきます。はい、ああ、退屈。1回戦が俺でよかったな。こいつを使うことになるとはね。え？守れるものなら守ってみろ。ラブアロー。サバゲ関係ないっしょ。それエキストラじゃなくない？エキストラの意味分かってる。もうちょっと弱そうな感じだから。主人公だよね、どちらかというと。え？なんで生徒会長とか。だったらね。ああ、じゃあ生徒会長で。ダメだ。町の人に当たる。あの敵は過去のデータによると怒りの原動力をぶつければ勝てるらしい。食らえ。あれ、アドリブがすごい。アドリブ多かった割にさ、こういうのもありなんや。ちょっと行き過ぎやんな。いやでも表現力よね。ここもね。最後全然表現できてなかった。いや、怒りの原動力。もっとできると思うわ。いやいや。じゃあちょっとこの4枚さとみくんに渡してやってもらう？一回。お願いしますよ。じゃあちょっとガチでやっちゃっていいですか？じゃあ渋い質でいきます。ダメだ。街の人に当たる。過去のデータによると原動力。くそ、これじゃ何もできない。ブンブン。あんま変わらん。いや、指一本でサンダーじゃん。俺は絶対に蘇る。天下無双。じゃあ待って待って、まあいろいろ言いたいことあると思うけど、ちょっと一回待って。じゃあ一番あかんかったと思う人指さそうか。指さそうな。せーの。いやいや、ちょっとリベンジしていいじゃん。あ、いやいや、おねでいくわ。いや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 。まあ頼むで。なんか違うパターンがあるの。まだあるのか。隠し持ったものを選ぶ。組み替えてるよ。組み替えで選ぶから選ぶ意味なかったら今。侍じゃなくてもいいよな。サンダーじゃ。お姉じゃないの。なんかね、なんでサンダー買えなかったん。じゃあコロちゃんのラップまで33221199。ちなみにカードも使いながらば。サンダー。プン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 。俺は怒るこのルール。ゲーム振りすぎ振りすぎすぎ。一緒に踊ろうぜ。イエイ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 。そう1回戦が俺でよかったな。待って謝罪してなくない？いや割れねえよやってらんねえよこんなんじゃジェル君ラップお願いしてもお前らが勝手に出して俺それ呼んでいくわ。ああいいねいいねいくわ。はいドゥレンデンドゥンデレンデンジャ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 魚のようにそいつは置いてけてるってれてれれれサンダージャサンダージャサンダージャは美しいならばいいならばいいならばいい来いならばいいならばいいならばいい来い。はい変身変身変身身血を欲しています。戦いたくてうずうずしてる踊ろうぜ一瞬だレーザービームサンダーララバイサンダーララバイじゃこの辺で終わっときます。